ジューンは過去に存在したフランスの格安航空会社。2017年12月1日、エールフランスの子会社としてジューンという名前の格安航空会社が設立された。航空管制で使用されるコールサインはジューンで会社名をそのまま使用していた。エールフランスと同様にパリのドゴール空港がハブであった。ジューンという言葉はフランス語で ジュンヌという意味から来ている。そのため、この航空会社も飛行機を利用する若者向けの航空会社であった。格安航空会社として値段の安い路線運行に力を入れたが、思うように利益が伸びず、2019年6月27日に、ジューんは親会社のエールフランスに吸収された。わずか1年半で営業終了となってしまった。当初ジュうは、 ヨーロッパ内ちでの路線のみを運行していたが、2018年夏、スケジュールからは長距離便も運行し始めた。ジューン就航都市一覧リストやバス A350 の運行も計画したが、導入前にエール・フランスと合併したため、幻となった。画像行き、地球の歩き方トゥルコアンウェブ特派員エール・フランスに、妹会社、ジューン登場。 2017年12月1日、地球の歩き方ニュースワンのレポート。2019年9月20日閲覧。AB、m e e t June、Air France、S New Airline for Millennials。USA Today、2019年9月20日閲覧。チャン、ベンジャミン、ミレニアル向け航空会社を設立、背景にある、AL f r a n c の危機感とは、 www.businesider.jp2019 n s www. i 年9月20日閲覧 AL フランスがグループ会社ジューンの運行終了を発表 Voetch Avance2019 年9月20日閲覧編集部 AL フランス航空5会社 LCC のジューンを統合へ Tracy2019 年9月20日閲覧ジューン 第レボリューション、第ケーネイジト、エアロ、で、2019年9月20日閲覧。編集部、AL フランス航空、新航空会社、ジューンを発表エアバス A350 型機も導入へ。トレイシー、2019年9月20日閲覧。ありがとうございます。